四年の間のこと。草加う子。薄熱み色の毛地のワンピースを着て、私は花束を持っている。今さっき知り合いの家へ遊びに行き、その庭にいっぱい溢れるように咲いていたスイートピーを好きなだけ切らせてもらい、その帰りである。 花はムッとした少し花につきすぎるくらいの香りで、それは濃い紫や薄いピンクや白やおのおのの色より発散したものがまた一つになって新しく別なものをこしらえ私に投げかけるようだ。この香りに何か不思議な作用があるのだろうか。 大きな木立のある屋敷の横手の細い道を時々明るくなったり暗くなったりする青葉から漏れてくる五月の太陽この光に何か魔術がかかっているのだろうか私はこれからまっすぐ家へ帰るべきであるのに定理を抜けて駅へ出るとそこから電車で十分とかからない A、駅への切符を買い求めてしまった川っぷちの A 駅に降り立ったのは私の記憶の中では初めてのことらしい南側の出口を無意識に切符を渡して出るとちょうど3時の光線が白い埃っぽい道に影も作らず照っており疲れを感じるくらいである 花束を抱えて私はその道を南へだらだら下るとすぐ右手に想像していた通りの細い道があり新しい西洋館や和洋折衷のハイカラな家が静かに並んでおり通る人などほとんどいないそこを五分くらい西へ進みさらに右手へ折れて進むと やがて私は立ち止まった知らず知らずのうちにたどってきたところなのである目の前の家は準西洋館で奥まった建物の窓辺にバラが放ており赤レンガの低い門から玄関まで石の道がついているその両側には金魚草 トップソウまたスイートピーなどたくさん群がり咲いている私は窓辺のバラをもう一度見たその時フッと窓に人影がちらついたじかにではないすりガラスを通してちらっとその白い衣を見たのだすぐにそれは消える 瞬間私は立ち去った。むちゃくちゃに走った。いくつかの角を曲がり、川っぷちへ出た。そして、やっと我に帰った私は、これは問題だ。考えなければならない。と呟いた。どういうわけであそこへ行ったのだろう。それが全く魔術にかかっていたとしても、他ではない。 あの家どうしてそしてそこで見たものは何であったのかどうして一目散に駆け戻ってきたのかほらこんなに動機が激しいではないかあの人影はいったい誰だったのだ私は人影についてじっくり考える必要があると気づいた そして人影のことを思い出した私が16で人影が30であった頃山の麓に私が住まい山の頂に人影は住んでいた毎朝カバンを下げて門を飛び出す私は紺のひだのスカートを履いており髪の毛は2つに割って 後ろでで編んでいる女学校は人影の住む山と谷一つ隔てている山の上にありそして私は学校へ行くために人影の住む山を半分登り橋を渡らねばならなかった単語カードのリングを指に引っ掛けてあるいは文法を暗記しながら私は細い薄暗い道を 小川に沿って登ってっいく。するとまもなく細い急な石の段の前に出る右側はある屋敷の高い高い石塀でありもう片側は川に面していてその木の手すりは塔に腐っており幅1メートルもないその石段は風のある時などはうようにして登るのだった私は その細い石段の下でいつも立ち止まる。そうして時には15分も、早い時には5分も待てば、上の道をコツコツ歩く音が聞こえる。と私は、今やってきたごとく、無理にハーハー息をしながら、一段ずつ石段を登ろうとする。と すぐ上に駆け下りてくる人影を見出す人影と私との間は次第に狭められる私は体を無理に石塀の方へ押し付けるようにして横になる出なければ通りかうことはできないありがとう人影はそう言ってニコリともしないで駆け下りていってしまう ある時は私が先に通らせてもらうこともある私が下で待つ場合もあるまた私が登ってしまうまで上で待ってくれる時もあるその時は飛ぶような勢いで登り「ありがとう」と私は息を弾ませて言う毎朝決まって私と人影は。 石段で会うことになっていた。それは向こうにとっては偶然だったかもしれない。けれども私にとってはどうしても会わなければならないと思うのだった。石段の中間で体と体が擦れ合うとき、私は相手の瞳をじっと見る。しかし、人影は私にまなざし一つかけてくれるではなく、 行ってしまうのだ何度それが繰り返されたであろうか4月の半ば頃から6月頃までそうして毎朝過ぎていったくっきり晴れたそして白い雲のポカポカ浮かんでいる日もある川の水が増す雨の日もあるその時はどうしても傘をつぼめなければならない そして人影の持つ大きな黒いコウモリの半分つぼめたその先っちょより伝う雫が私のお下げの襟元に流れ込むこともある。それは冷たいと感じるより何か大きな快感であったのだ。十六の小娘はこうして人影に恋を感じた。 いや、恋とは言えないかもしれない、愛とも言えまい。だが、夢のように淡い、薄いものではなく、それは今までに例のないほど、激しく、かなり強いことは確かであった。人影は大抵背広を着込んでいる。紺色のごく当たり前の方に、やはり黒っぽい。 目立たぬネクタイをしており黒カバンを下げている会社員だろうかだがあの背丈けた賊っぽさがないと言って学者のようでもない全く隙がなくその人影はいつも班を押したように同じ態度であり冷たく硬かった年はいくつだろうか 未婚者だろうか若さがあるようでそのくせ冷たさには落ち着きと威厳がある誰ともわからぬままに二か月たったそして六月のある日私はその人影の実態をとうとう知ることができたのであるというのは私は漆にかぶれ顔中腫れ上がり 高熱が急に出た時だった早速いつもお世話になっている病院に電話をして実0の N 先生に来てもらうように母に頼んだのだったところが N 先生今日は何か大きな手術があるとかで伺えないから代わりに人をやりますとのことだった私は額に水で絞ったタオルを ほとんど1分おきに変えて医師を心待ちに待っていたわけだ4時ごろベルの音がして階段を上る足音が聞こえすぐ襖が開いたとたん私は愕然としたのだそれはあの石段での人影なのである 私は半分泣きそうになった私の面は醜く腫れ上がっていてまぶたさえ容易に開かない始末私はいつとはなしに胸に描いていたその人影と自分との夢がぶち壊されていくのを感じた人影は平然と私の布団の横に座る毎朝会っているのに そんなことはまるで知らないような様子で脈を取り、私の顔を丹念に見る。私はつい、反対側を向いて、目を閉じてしまう。と、額に乗っていた手ぬぐいがのぞかれ、その代わりに、やはり冷たい。がしかし、なんとなくぬくみのあるものを感じる。そしてそれが、彼の手だということを、 すぐ知るその手は妙に力が入っておりそのまま引っ張られるように私は再び仰向けになる目を開く依然として彼は口を開かないで私の顔の耳みずばれを見続ける母は容態を告げるやっと彼は口を開いた ありがとう以外の、初めて聞く言葉。顔だけですか低く、はっきりした声である。かすかに私はうなずく。しゃがれた声を出すのは嫌だから。すぐ治ります。漆です。注射します。今晩中に熱が取れます。それから、 塗布剤を持ってきてますから、お塗りなさい。二三日で治ります。彼は断言的、命令的な言葉を、いちいち語尾をはっきりこれだけ言い終えると、すぐ注射の用意に取りかかる。銀色の注射のケースに映る自分の顔を見ながら、私は、悲しくてたまらない。どうか 毎朝の私だと気づかれませんように私はそう念じながら腕を出した目を見張ってぷくっと浮かぶ静脈を見る黒いゴムの紐で縛られた腕に彼は針を突き刺した痛くない彼はそう言うそれは問いではなく暗示でもなく 痛くないはずであるという確信の言葉だった私はとっさに反駁したくなったから痛いと言う彼はまた痛くないと言う今度は私が黙ってうなずいてしまう塗布剤の持ち方を 母と私に説明しているのをほとんど私は聞かなかった聞けないぐらい悲しかったから彼は立ち母は見送りに開花まで行った後の静かなとこで私は注射の後を抑えながらわざと自分を泣かせようと試みた全くの女学生趣味だと思いながら本当に泣いてしまった 母はすぐ上がってきて、彼が N 先生の下にいる外科医で、名を笹田と言い,い、この上に住んでいるので、N 先生から頼まれてお寄りしたわけであると、私に告げた。彼が断言したように、その夜には熱は下り、2、3日してすっかり回復した私は、再び石段団で、彼に会うべく元気に家を出た。 その日、私は10分ぐらい待つ。石段下まで来ると、もう朝から暑い陽気で寄りかかった石の塀は、ぬる暖かく、気持ちが悪い。足音が聞こえる。私は躊躇した。彼は、私だと気づいているかしら。私は下で待つことにした。 そしてぱったり会うやっぱり気づかれたいやあおはようもういいでしょおかげさまでありがとうございました別に立ち止まって話をするわけでもなくさっさと彼は行ってしまう私は大声で歌を歌いながら学校へ行く 翌日も翌々日も私は会ったが一言か二言話すだけであった彼のせいは分かったけれど名前は知らなかった私は寝る時に幾度もつぶやいた「笹田笹田笹田」ささだささだささだ 夏が来ると毎年起こる活気に私も姉も苦しんだ母の意見や私の賛成で笹田先生に毎日注射をしてもらうことになったすぐに承諾してくださり5時ごろになると私の家に彼が現れることとなったそして私はいっそ彼に対する愛情が深くなってゆき姉もまた 彼の関心を得ようとし始めた彼の名は明夫と言ったそして未婚であることも分かった山の上の家は遠い親類で身寄りがないためそこに居候しているのだということも分かった玄関のベルが鳴ると私も姉も飛んで出る。 そして私はウイスキーをグラスに注いで応接前へ持っていく。彼は酒もタバコも非常によくたしなむのだ。けれど、やめようと決心すれば、いつでもやめるという意志の強い人だった。一息に飲み干して平然としている。注射をしてもらうと、しばらく話をする。 話と言っても、こちらの問いにぽつぽつ答えてくれるぐらいのことで、決して先に口を開いてくれることはなかった。兵隊ですか。海南島に三年いて、この四月に復員したんです。帰ったら両親共に死んでおり、家も焼かれ、一人ぼっちだったんです。学校は京都。 あの頃は楽しいでした。いつも真っ白な解禁シャツはほとんど毎日変えられているように襟に皺わ一つ寄っておらず折り目正しいズボンをつけており神経質なことを物語っていた彼自身そう言っており注射針の消毒や器具の扱いは非常な注意を払っていた ある日桃を出した時皮をむくのにスースーッと音を立てて一度も途切れずにきれいにむき終えた私はその時その手を見つめながら鑑賞めいたものを胸に抱いた器用やね姉が後ろで笑ったけれど私にとっては笑えない気持ちだった 三ヶ月ほど毎日そんな日が飛ぶように過ぎた他愛のないことをしゃべり合ってて私は幸福だった姉もそうだったまた家中の者が彼に好意を持ったそして母は当然彼を姉の配偶者に選んだわけだった そのことで、父母が相談しているのを聞いたとき、私は驚きはしなかったけれど、必ずこの縁談を破ってやると決心した。単純に身近になれるという喜びなど、持てようがないほど、私は恋をしていたのだ。姉に取らせるなんて、私が負けるなんて。と言って私は、 結婚の対象となるべき年齢ではない。どうせ彼は私以外の人と結婚するのだ。それならば姉以外の私の見知らぬ人の方がいいとさえ思った。姉を真ん中にして父母が話し合っているのを隣の部屋で盗み聞きした私は、そして父が本人に直接意思を聞いてみようというその日の朝。いつもより、 早めに家を出た石段の下にいつものように足音を待つ夕べの210日の後で今日はからりと晴れているが川には茶褐色の泥水がゴーゴー流れている私はその音で彼の足音が消されはしないかと一心に耳を澄ます 二十分も待った。足音を聞く。顔を見合わせたとき、私は、なぜかしら今まで言おうとしていたことが浮かんでこず、ただ、おはよう、と声をかける。そして、四五段駆け上り、彼より一段下の石の上に立ったとき、私は思わず、彼の腕を捕まえてしまった。予期しない行為であった。 そして口早に。ねえ、お願い、お願い。今日家でお聞きになること、承知なさんないでね。お願いよ。そして言うが早いか、彼を壁の方へ押し付け、するりと上へ駆け上り、後ろも見ずに走り走った。夕刻。私と姉は、 玄関に並び彼を迎える。私の眼差しと彼のそれとが軽く触れたとき、私はまた懇願した。父がどうしゃべったのか、どんな返事を聞いたのか、平然と彼が帰ってしまった後で、私たちは矢継ぎ早に父に聞いた。 笹田さんはね、決まっていなさるそうだ。養子に行きなさるのだと。今月いっぱいでここをやめて、王子の H 病院へ行きなさるんだ。なんか、やっぱりお医者さんの娘さんですと、仕方がないさね。笹田さんにしたって、養子に行きなさるのは、最もいいでしょう。 なんと言っても今一人ではやっていけんからね一晩姉がすすり泣くのを聞いた私が勝ち誇ったような気持ちになったのはほんの一時で目前の別れのことでいっぱいだった翌朝彼に会った時私は何も言えなかったありがとう でもない。嫌だとも言えない。ただ、うつむいたままで挨拶をした。しばらく彼は私の肩に手を置いて何も言わずに立ち去った。私への行為だろうか。バカな、そうじゃない。私への同情だろうか。 ふいにポタポタ涙が落ちたその夕姉は部屋に入ったまま「笹田先生よ」と呼びかけても出てこなかった私は3杯もウイスキーを継いだ萩の揺れる応接間の窓に私と彼とは何もしゃべらないで小一時間もいた帰るとき 私一人見送って出てもういらっしゃらないで姉がかわいそうでも朝はね姉に同情したのは偽りだったかもしれない私一人で彼に会うことができるのだったから だだんだん別れる日までが狭められていく私は朝ごとに彼に会ったその最後の日9月30日に初めて会った時のように紺の洋服を着た彼は私に別れを告げたお世話になりましたひろ子さんによろしく。 私は手を差し出したいつまでも握手をしていたかった何にも言えないの言えないのよ私は小さな涙をその手と手の上に落としたそしてさらに強く強く握った かわいらしい恋だった一年たったかわいらしい鑑賞の月日だった彼のことをどこからともなく聞いた養子先は大金持ちで奥さんは絶世の美人だっていうことを子供が 生まれたということを1年たった私は干渉だけで済まされなくなった私の肉体が成長するにつれて私の心の中にある彼への恋も膨らんできた日が経つにつれてそれは消えるどころか激しい情欲となって私を苦しめた そしてその苦しみを吐き出したいため私は職業に就いた真面目に社会を見ようとするのではなくまた家庭に物質的援助をするためでもなかった私は誰かまわずに触れ合いたかった群衆の中に逃げ込みたかった一人でいるとたまらなく寂しく群衆の中に 彼と私との間を遮断するものがきっとあると思ったのだところがそれは反対の結果を生んだ遮断どころか以前にも増して私は彼に近づいていったのだというのは私はたびたび社の用事で大阪へ出張したその行き先は 彼のいる H 病院の川を隔てて15分も行ったところのビルだったそうして私はその出張があるたびに一停留場手前で降りてその病院の脇を通った偶然に彼と会わないかとそればかりを念じただがそれが度重なるごとに私は恋に会おうと思うようになった ある雨の日静かな春の午後私はついに決心した黒いレインコートはヨレヨレになっている脇に抱えた四角いカバン、手に持っている傘も黒く髪は味気なく後ろでひとまとめにし口紅はさしてはいるけれどそれは目立たぬ美しさというそれではなく 半分はげ落ちた醜いものである。疲れきった私の姿、そう、私は、毎日の生活に疲れている。美に対する感覚も失ってしまい、遠い者のへの同景も忘れ、全くの非属な職業婦人になってしまっている。誇りにまみれ、泥臭く、金と数字と、 目上の人へのおべっかしきゃないけれどその中にたった一つ残っていた悲しいけれど純粋なものが私の彼への感情だったろう正午のサイレンが鳴る大勢の人が出たり入ったりしているその玄関を一歩一歩奥へ入る すぐにあの消毒臭い匂いが鼻につく病に苦しむ人の息れ重たい空気大外科はあそこの右へ入ったところ看護婦は足早に立ち去る大外科の前人は混雑しており部屋の内側の椅子も外の椅子も満員 子供の鳴き声それにお構いなしの器具の音上靴のせわしい音その間を白い看護婦のスカートと委員たちの手術着がちらちら動く患者の間に私は入り込んで腰をかける隣のおじいさんは皮膚一面に小さなブツブツがあるそれは可能していて醜く腫れている そして時々それをひっかいたりしている。前側の若い女、私と同じくらいの歳であろうか。右足のかかとより真っ白の包帯で、つま先まで覆われていて、杖がそばに置いてある。手垢で汚れた雑誌を一枚一枚人差し指につばをつけてめくり、一生懸命読みふけっているその目は。 美しいけれどどことなく曇っていて不潔な感じを抱かせるその女の真上の柱時計が低い大きな音で秒を刻みさっきより十分を経過したことを知る私の頭にカバンの中のことが浮かんでくる今日中にコピーを取って印をもらい 明日他の会社に納めなければならない私は立ち上がる部屋より出てきた委員の一人に思い切って尋ねる戸田先生いらっしゃいませんか戸田先生はと主張だね東京だろう学会のあれだろう どなりまくるその後ろ姿を見て私はほっとしたなぜだ反問する間もなく次の瞬間いや今朝お帰りでしたよ控え室にいらっしゃるでしょうお昼ごはん看護婦の声私は胸が震える こっちです僕今から行きます呼びましょうブリキの取れかかったコンクリートの階段をカタカタ言わせながら登る戸田君に用事そう腹減っちゃいますよ疲れますね医者もつらい一人でベラベラしゃべるこの人の後ろから私は 無言でついて登った心の中では目の前に迫っている会話でいっぱいである何をできたのです僕は忙しいんですよいやあいらっしゃいよく来ましたねいや違う違ういったい あなたは誰ですかこれだこれに違いない戸田君、お客さんだよ部屋の前へ来るとその人は大声で呼んで中へ入っていった私は壁にぴったり体をつけてうつむいている握り拳を作っているのに それがブルブル震える。会いたかったのです。会いたかったのです。私の中で叫ぶ。しばらくしてスリッパの音がする。私は顔を上げることができない。じっとうつむいたまま言葉を待つ。そうだ。 心の中で少し期待している。何をスリッパの音は私の前でぴったり止まる。白い衣が見える。私はつま先よりだんだん上の方に目を上げる。と、まだその視線が顔のところに届かないうちに、 私が戸田ですがはっとしたその声は違う全く違う私は相手の顔を見たそれは丸くでっぷり太っていてま菜こは細く彼とは正反対の要望である彼ではなかったのだ 私は息の詰まるような思い周知のほてりを感じるあの私が戸田ですがさらにその言葉を聞く私は思い切って口を開くあの戸田先生他にいらっしゃいませんあなたじゃなかったんです戸田昭夫です おりませんねああ戸田明夫そうあれは昨年よしましたよたぶん開業したんでしょうどことも知りませんがどうもいや川のスリッパは立ち去る私は呆然と立ちすくんだまま この二か月のことを思い出した出張のたびにこの病院のそばを回り道してまで通り彼に会いに行く勇気のないままにこの川っぷちを何度往復しただろう彼はとうにいなかったのだほとんど絶望私の頭に絶望という字が 回転しながらだんだん大きく広がっていく。どうやって駅までたどり着き、電車に乗ったのかわからないが、とにかく私は傘もささなかったのであろう。髪の毛は濡れており、肩も冷たい。揺れる電車の中で私は、ぼんやり車窓を見合っていた。 それからの生活。私は乱暴であり、無軌道であり、投げやりであった。姉はやがて結婚する。私は相変わらず月給生活。汚れた職業婦人。月給はもらうとすぐ遊びごとに使われていく。本も売る。 ガラガラになった本棚に人から借りっぱなしのもの五六冊さすがに売りかねてそれが将棋倒しになって埃をかぶったままペン先には陰気の赤がこびりついたまま固くなっている毎日帰りは真っ暗になってから夏の宵を秋の黄昏を私は 愛してもいない人の腕に絡まりついて酒場へ行き無理に酔い悲しい旋律に頬を寄せたまま誰とでも踊り賭け事に夢中になろうともしただが私は自分の脳裏より彼を追い出すことはできなかった彼の好きだった曲を道で通りすがりに聞いたりたまに病気になって病院で あのクロロフォルムの匂いを嗅ぐと私はたまらなくなってその後は前にも増して遊んだりしたいやもっと私の心がかき乱されることは美しい人を見る時であった街なんかで様相の素晴らしい人に会うと彼の妻でないかと思う そしてその通りすがりの身も知らぬ人に憎悪を感じ、嫉妬に似た気持ちを抱く。小さい子供でも抱いていたりすると、それはことさらで、ところかまわず私は手で顔を覆ってしまうのだった。こんな生活を、一体いつまで続けるのだ。なんというナンセンスな。彼は結婚している。 そして私より離れてしまっているのだ私の頭の中に彼はあるのだけれど彼の中に一日だに私は存在することがあろうかそして日月はやっとのことで私を彼から引き離した別に新たに恋をしたわけでもなくただ 恋だとか愛だとかそんなことを全て否定し続けたのだ世の中は打さんで行くんだ感情で生きるんだ私はそうしてそんな時偶然に起こった縁談を一も二もなく承諾した金持ちである風采が立派で将来は渡米するという 私は相手に感覚的なものを求めようとか愛情がなければだめだとか理解し合わなきゃいけないとかいうことを全く望んでいなかったたまに友達らがそんな希望を私に語ると一周してそれを笑い自分の考えを得意にさえ思っていた職業を離れ花嫁修行に入ったところで それが私を満足させるはずはなかった。けれども私には未来の設計を立てる喜びもなく、ただナッパを刻み、ほうきを持って毎日を送った。今の生活は良いのだとも悪いのだとも思わない。考えることもない。笑いもなければ涙もない。 音楽もないし色彩のない日の連続だったところがある日こんなことを結婚した姉から聞いた「明雄さんねえ A 氏に開業してるんやって要塞の友達の Y さんねえあの人に会うた時ふっとしたことから明雄さんの話が出たんよ」 あの人のすぐ近所なんやって。そいでよく遊びに行くんやって。チフスの注射もしてもらったって。妊娠してもう5ヶ月だという姉の心の隅にまだ残っていた秋夫さんのこと。私は突然今までのことが思い起こされた。姉は私の去年の春のこと。 すなわち H 病院へ彼を訪ねたことは全く知らない私はまた会いたいという衝動に駆られた姉は心の隅にきちんと今まで愛した人を積み重ね整理して平然としているのだ私はたまらない空虚だった中に彼についての新しい知らせが入ったのだ 私は自分の縁談のことも今の立場も捨ててただ会いたいという情欲のみに駆られていたが会うということがどんな結果を生むか一応考えもした H 病院へ行った時私は世間体も何もかも無視していたそれは私の愛情の強さがそうさせたというより 抑えるものを持たなかったと言った方が適切だったろう今度はあの時より成長もした打算で物を考えるようになっていたそして私は考えの結果なるべく家庭に縛られるように自分をし向け機会を備えなかったのだしかし今日私はふらふらと。 ついふらふらと A まで来てしまったのだ数本のタバコが橋の手すりにもみ消され川へ流れた鏡を取り出し口紅を塗りつける五月の太陽がまたギラッと鏡に映り私の情欲をむやみにあおる 5時になる。立ち上がって、宣告の道を今度ははっきりとした気持ちのまま歩いていく。会おう。会おう。会って話をしよう。あの人の言葉に触れるだけのことが、どうしていけない長く会わなかった知人に挨拶をする。それだけなのだ。 そうじゃない会って話をするだけなら誰とでもいいはず私は心の底で何を願っているのだろう歩みはのろくなるが戻りはしない私は求めている あの人の抱擁を。白壁の塀に沿って、角を曲がる。と、ジープが失踪してくる。瞬間惹かれようとこばした。だが、危ないとこで立ち止まる。クロンボのギョロと光る目が、こちらを向いて笑いかける。わけのわからぬ言葉を捨てて、 勢いよくジープは去るひかれればよかったすれば私はいやおなしにあの病院に担ぎ込まれるもう彼の名を白い板にはっきり記したその病院が間近に見えているのだからそして私は彼の手で解放されるのだ私はまもなく気がついて 薄目を開くと、彼の瞳が私の動向を覗き込んでいる。私の腕は、彼の手に握られるだろう。たとえそれが脈を測るためであってもよい。だが、私があの時の、石段の少女だと、彼は気づくだろうか。そこまで空想した時、私は、 はっと現実に帰る私の視野にはっきり人を見たのだ赤い洋服を着た幼子一人病院より駆け出してきたのだそして中から声がする彼の声だ私は道の右端に足をこわばらせて立つ 彼に会えるのだ。コツコツと軽い足音が聞こえる。その足音は、毎朝心待ちにしていたものと同じなのだ。紺の背広が赤レンガの門より出てくる。その背広は、懐かしい色だ。小さい子供を一人連れている。さっきの女の子と同じ。 赤い色の洋服を着て彼にぶら下がるようにして何か喋っている私は突っ立ったままである先に出た子供は彼の前へ前へと小走りに走り続けその後ろから彼は小さい子供に足を合わせてゆっくり歩いてくるとたん私と彼の眼差しは 吸い付くようにぴっったたりのだ私は決して離さない。彼と私との間を一本の見えない線がだんだん隔たりを短くしてくる。真正面に見れるあの面影。私は今、見ているのだ。あの人なのだ。あの人なのだ。 私は心で叫ぶ。笑おうとしたが、私の頬はこわばってしまい、言葉をかけようとしたが、喉は締め付けられたように苦しい。彼は立ち上がる。先の子供は私のそばを走り抜ける。私は食い入るように、その瞳を見続けた。が、 その時彼は視線を外した。彼は私をはっきり意識したのではない。私はそう感じる。そのことをすぐ裏付けするように彼は歩き出したのだ。私の横を平然と歩いていく。私はキビを返す。花が二三本足元に落ちる。 おじちゃん上の角で子供が手を振った彼の命なのか彼は小さい子供を抱え上げると足早に歩き出したその子は彼の子供なのだ私は呆然とその後ろ姿を見たそうして彼は角を曲がるとき私の方をちらと見た それはほんの瞬間ですぐにその姿は見えなくなった。私は追う。次の角も、次の角も。そして彼は軽くこちらを見た。同じ隔たりで私は彼の視線を一瞬間ずつ浴びる。駅に私が着いた時、電車は大きな音を立てて出た。 踏切に照然と立つ私の影が電車の響きとその大きな車体に踏みにじられる私の内臓は引き裂かれ濃い血がポトポト落ちるのだ私はその時私と彼との終局をはっきり感じたプラットフォームには 一人も人は残っていなかった彼も子供たちも電車に乗って行ってしまった走りゆく電車を目で追いながら彼と私の距離の離れていくのをはっきり感じたもっともなことなのだ私の面影に昔を発見するものが 一つでも残っているだろうか私はすっかり変わってしまっているそして彼もまた美しい妻を持ち財産を築きよい父親になっているのださよなら昭雄さん ぐったりしおれてしまったスイートピーの束はその怪しい香りをいまだ発散させていた五月の太陽はいまだその横を大地に降り注いでいたがそれらは私に対して何一つもたらしはしなかった